この時ポーランドから東ドイツ、チェコスロバキアに渡る広い範囲でワルシャワ条約機構軍の演習が行われていました。ポーランド政府と連隊の対立が高まった頃、ソビエトは新たに大量の部隊を演習に送り込み、期間も突然延長されました。ポーランドにとってこれは軍事介入の前兆とも映りました。